こちらの動画ではフーディニのダイナミクスで使用されるドップを中心に紹介します。まずシェルフツールを使用して簡単な破壊のシミュレーションの例を作成し、他の種類のノードとの違いや設定の流れについて紹介します。次にドップをまとめてツール化したソップでシミュレーションを行う方法について、ベラムのノードを使用してご紹介します。最後にパーティクルダイナミクスとそのポストプロセスの簡単な例についてもご紹介します。まずダイナミクスシミュレーションについて簡単に説明すると、物体と重力や風などの関連による物理的な現象をフレームごとにどのようになるかを順番に計算して自然な動きを作成するためのものです。フーディニでシミュレーションを行うにはドップ、ダイナミクスノードと呼ばれるノードを使用して設定します。ドップで行えるシミュレーションの種類はたくさんあります。硬い物体を衝突させたり破壊するリジットボディダイナミクス、水や泥などの液体の流体の動きをシミュレーションするフルイド、フリップフルイド、気体の流体、煙や炎、爆発をシミュレーションするパイロ、軟体をシミュレーションする FEM、砂、雪といった粒子の動きをシミュレーションする PBD、 布、紙、粒子、軟体を統合してシミュレーションすることができるベラム、パーティクルの動きをシミュレーションするポップ、他にも群衆をシミュレーションするクラウド、溶岩のような温度によって挙動の変わる流体をシミュレーションするラバといったものがあります。ドップをシーンに追加する方法として、おそらく一番簡単な方法はシェルフツールを使用する方法です。ダイナミクスに関するシェルフツールは基本的に右側のシェルフに要素ごとにタブに分かれて格納されています。クリックするとそれに対応するノード群がまとめて呼び出せます。また呼び出されるノードはそのアイコンの内容をすぐに行えるように設定も行われています。基本的には左側から右側に順番にシェルフツールを追加設定することで各タブのシミュレーションが行えるようになっています。なおシェルフツールで呼び出されるノードの中にはフーディニ側で他のシェルフツールによるノードをすぐに追加できるようにするために、実際に作成したいものには不必要なノードが呼び出される場合もあります。そのため慣れている方はソップと同様に一から作成することもありますが、最初の学習には便利な機能かと思いますので、こちらの動画ではこれらのシェルフツールを中心に簡単なセットアップを行い紹介します。それでは板を上から落として破壊するシミュレーションを設定します。新しいシーンから始めます。最初にリアルタイム再生を有効にします。アニメーションの場合はメニューの変更が必要なため、前回の動画でも紹介したグローバルアニメーションオプションズを開きますが、プレイエブリフレームのリアルタイム再生を有効にしたい場合はすぐそばにある時計のアイコンを押すだけで設定することができます。では板のジオメトリを作成します。左側のシェルフクリエイトタブのボックスノードをコントロールキーを押しながら左クリックして原点に作成します。ネットワークエディタでボックスオブジェクト1ノードをダブルクリックして中に入り、ボックス1ノードのパラメーターでサイズに2と0.1 と2を入力し、センターの Y に10を入力します。このサイズとセンターのように XYZ 軸それぞれに変更を加えたい場合、最初の X の値をまず編集してそのままタブキーを押すと次の軸の入力フィールドに移動できます。これでより早く数値を入力することができます。位置を変更して板が見えていないので、シーンビュー上にカーソルを移動してスペースキーと F キーを押して板を画面内に表示しておきます。では次にドップによるシミュレーションの前にこのまま板の割れ方を指定します。割り方には様々な方法がありますが、こちらでは RBD マテリアルフラクチャーソップを使用します。ネットワークエディター内でタブキーを押して RMF と入力し、RBD マテリアルフラクチャーソップを作成します。ボックス1ノードのアウトプットと1番目のインプットを接続します。ディスプレイフラグを移動します。少し時間がかかりますが、計算が終わると分割された状態のジオメトリがシーンビュー上で確認できます。 RBD マテリアルフラクチャーソップはマテリアルタイプパラメータで選択した素材に合わせた破片を生成するノードです。現在はコンクリート、ガラス、木がサポートされています。
こちらではデフォルトのコンクリートを使用します。割り方の詳細も通常いくつかのノードと設定が必要なものを簡単に設定できるようになっています。例えばパラメータエディタでディテールタブに切り替えてエッジディテールをチェックすると破片の境界にノイズを追加することができます。ノードの形について少し特殊なので簡単に紹介しておきます。インプットが複数あるノードはこれまでの動画でもたびたび使用しましたが、RBD マテリアルフラクチャーソップのようにアウトプットも複数あるノードというのがあります。アウトプットが複数あるノードはそれぞれのアウトプットで別々のジオメトリを出力していて、その後を行いたいことに合わせてつなぐ先が変えられるようになっています。こちらのノードの場合、左から1番目のアウトプットでは変換したジオメトリそのままを出力し、2番目のアウトプットではコンストレイントジオメトリを出力し、3番目のアウトプットでは1番目に比べて低解像度のジオメトリを出力します。これによりシミュレーションには3番目のジオメトリを使用して、シミュレーションの結果は1番目のジオメトリを使用するといったことが簡単に行えます。それぞれの結果をプレビューしてみましょう。何も効果を持っていないノード、ヌルノードを作成し、そちらにディスプレイフラグをつけてプレビューします。ネットワークエディター内でタブキーを押して NU と入力し、ヌルノードを作成します。ディスプレイフラグは右上の角をクリックして切り替えられます。1番目のアウトプットに接続すると、先ほど RBD マテリアルフラクチャーソップをディスプレイフラグで表示していた時と同じものが表示されます。2番目にヌルノードをつなぎ直してみます。コンストレイントジオメトリが表示されます。破片間をつなぐ白い線のジオメトリです。3番目につなぎ直します。エッジディテールの設定を適用する前、つまり低解像度のジオメトリが表示されます。少しわかりづらいので断面も表示できるようにしてみます。ジオメトリの破片の断面を確認したい場合は、エクスプローデッドビューソップを使用します。ネットワークエディター上でタブキーを押して EX と入力することで作成できます。ノードをドラッグして、ヌルノードとの間に入れると、それぞれの破片の間を広げた状態で確認できます。エクスプローデッドビュー1のインプットを1番目のアウトプットにつなぎ替えると断面のポリゴンの解像度が異なることが確認できます。この後の作業では必要がないのでこの2つのノードは削除しておきます。父兄選択してネットワークエディター上でデリートキーを押します。ではジオメトリを割り結果について確認できたところでシミュレーションの設定に移ります。作成した板を物理特性に基づいて動かすにはRBD オブジェクトの設定を追加する必要があります。設定する方法もいくつかありますが、今回は RBD グルードオブジェクトシェルフツールを使用します。スラッシュ OBJ の階層に戻り、ボックスオブジェクト1を選択した状態で、右側のシェルフのリジットボディーズタブの RBD グルードオブジェクトアイコンをクリックします。RBD グルードオブジェクトはグルーと呼ばれる破片間をつなぐコンストレイントを使用して RBD のシミュレーションを行います。接着されている間は一つの塊のジオメトリとしてシミュレーションされ、設定した一定以上の力が加わったところはそのコンストレイントが削除され、バラバラにするというようなことが行えます。より大きく力が加わったところだけ割れてほしいというような場合に使用できます。なお、RBD オブジェクトの設定を行う他の選択肢としては、RBD オブジェクト、RBD ヒーローオブジェクト、RBD フラクチャードオブジェクトというシェルフツールがあります。それぞれについて簡単に紹介します。RBD オブジェクトは単純に RBD パックドオブジェクトとして設定するシェルフツールです。RBD パックドオブジェクトは特定のソルバでのみ使用可能な代わりに、比較的高速で軽いシミュレーションが行えます。RBD ヒーローオブジェクトシェルフツールは RBD パックドオブジェクトではない RBD オブジェクトを作成します。こちらはそのジオメトリを水や布、パーティクルとも連携させたい場合に使用します。RBD フラクチャードオブジェクトシェルフツールはあらかじめ破片を作成したジオメトリを RBD オブジェクトにする場合に使用できます。RBD パックドオブジェクトにするかしないかはシェルフツールをクリックした後に選択できます。では作成されたネットワークについて見ていきたいと思います。
ノードが大量に作成されます。また、ドップの階層に移動した状態になります。ネットワークエディタ右上は、ダイナミクスと表示されています。この表示の階層でドップを作成することができます。ネットワークエディター上で L キーを押すと自動の並べ替えが行えます。作成されているノードについて全体の配置と簡単にそれぞれのノードを紹介します。ドップネットワークは基本的にオブジェクトとソルバとフォースの設定を行うノードで構成されています。今のネットワークの場合、上部分がオブジェクトの設定、中央部分にリジットボディダイナミクス RBD のソルバがあり、下でフォースと、それから今回の場合、グルードコンストレイントの設定が行われています。上から順番に見ていきます。一番左上にあるのが RBD パックドオブジェクトドップです。RBD パックドオブジェクトドップは、指定したパスのソップのジオメトリを読み込み、ドップ内で RBD オブジェクトとして使用できるようにします。ノードの名前の通り、RBD グルードオブジェクトシェルフツールを使用した場合も、RBD パックドオブジェクトとしてドップの中にジオメトリを読み込みます。その下のコンストレイントネットワークドップと右上のノードで作成されているコンストレイントジオメトリの読み込みを行っています。ネットワーク下部のコンストレイントネットワークとグルーコンストレイントリレーションシップドップ、それからソップソルバードップでグルーコンストレイントの設定を行っています。中央のリジットボディソルバーがソルバです。ソルバーエンジンや精度の設定が行えます。その下でグラビティドップで重力がフォースとして追加されています。それぞれの間にあるマージドップは別のソルバーやジオメトリなどを同時に計算するためのノードです。現時点では特に効果がないノードです。ドップネットワーク内の紹介は以上としまして、ボックスオブジェクト1ノード内にもノードが追加されていますので、そちらを中に入って確認します。ネットワークエディタ上部の OBJ をクリックして、OBJ の階層に戻ります。この階層に追加されているオートドップネットワークノードが、ドップを入れる箱のようなノードで、この中のノードを先ほど紹介しました。では、ボックスオブジェクト1ノードをダブルクリックします。開いたら、L キーを押して整列します。まず前提としてドップでシミュレーションを行う場合、基本的にジオメトリ、ソップの内容をドップネットワーク内で読み込み、ドップネットワーク内の設定でシミュレーションし、シミュレーション結果をソップの階層のジオメトリに戻すということを行います。そのため RBD マテリアルフラクチャーソップの下にシミュレーションに使用するための準備をしているノードと、シミュレーション結果をジオメトリに戻す操作を行っているノードがそれぞれ追加されています。先ほど紹介したそれぞれのアウトプットが使用されていることが確認できます。こちらも簡単にそれぞれのノードで行っていることをご説明します。ネットワークの流れの順番に沿って説明するため、2番目のアウトプットから紹介します。2番目のアウトプットには、コンストレインツと名前のついたヌルノードだけが接続されています。これは先ほど紹介した通り、ノード自体は効果を持っていません。ドップネットワーク内で使用するために、目印としてこのノードが作成されています。コンストレイントジオメトリをそのままドップネットワークに入力するために使用されています。3番目のアウトプットも、ドップネットワークで使用するための準備をしているノードが接続されています。最初のレストソップは、ジオメトリにレストアトリビュートを追加するノードです。シミュレーションによってジオメトリが動くときにテクスチャーなどがずれないように設定します。その下のアッセンブルソップは破片のジオメトリの表面をきれいにして一つの塊のように見えるようにするソップです。またノード名にもあるようにパックドプリミティブズ、パックドオブジェクトへの変換の設定も行っています。その下のドップインポートソップはシミュレーション結果をソップの階層のジオメトリに戻すという効果のノードです。こちらにディスプレイフラグを移動すると、低解像度のジオメトリのシミュレーション結果を表示できます。また、シェルフツールで RBD オブジェクトの設定を行った場合は、このノードまでのジオメトリの設定内容をドップネットワーク内でジオメトリとして読み込んでいます。右側のノード群で設定されているのは、グルーコンストレイントのためのコンストレイントジオメトリです。1番目のアウトプットに接続されているノードは、ドップのシミュレーション結果を読み込み、ソップで反映させるためのノードです。
すぐ下に接続されているノードはトランスフォームピーシーズソップです。このソップは1番目に入力されたジオメトリを2番目に接続されたポイントで動かすことができます。そしてトランスフォームピーシーズソップの2番目に入力されているノードはドップインポートソップです。こちらもシミュレーション結果をソップの階層のジオメトリに戻すということを行っています。ただし、こちらのノードはディスプレイフラグを移動するとわかるように、各オブジェクトの代わりにポイントを作成して、シミュレーション結果をそのポイントに対して返しています。この2つのノードにより、低解像度のジオメトリを使用して行われたドップのシミュレーションの計算結果を、高解像度のジオメトリに反映し、動かすことができます。シミュレーションを行うには、再生ボタンを押します。追加されていた重力に従ってひたすら落ちる様子が確認できます。シミュレーションが行われるとき、フーディニはデフォルトでメモリキャッシュを取得します。取得した部分はプレイバーが青色で表示されます。今の状態ではぶつかるところがないので、地面のコリジョンジオメトリを追加します。右側のシェルフのコリジョンズタブのグランドプレーンアイコンをクリックします。見た目は台形の土台に見えますが、これはプレビュー用のジオメトリで、実際にはシミュレーション用の無限大の地面を作成します。グランドプレーンを追加すると、プレイバーのキャッシュがオレンジになります。これは、このキャッシュを取得した時から設定が変更されていることを示します。この場合は、そのまま再生しても正しい結果が取得できない可能性があるため、最初のフレームからシミュレーションを再度行う必要があります。シミュレーションを行う前に、また追加されたノードについて確認します。ドップネットワーク内を確認します。ダブルクリックして中に入ると、これまでのドップネットワーク内に新しくノードが追加されていることが確認できます。L キーでリストし直します。ソルバの下のマージノードの上に、スタティックソルバー1ノードとマージノード、グランドプレーン1ノードが追加されています。スタティックソルバー1はその下のマージノードによって、リジットボディソルバーとまとめられています。これによって板とコリジョンジオメトリが関連し合うことができます。再度シミュレーションを行います。カレントフレームを1に戻します。プレイバーの再生ボタンの左側にあるボタンを押してから再生ボタンを押します。地面に落ちたタイミングで RBD マテリアルフラクチャーソップの設定内容を使用して割れます。この割れ方について、下側のグルーコンストレイントリレーションシップドップのストレングスの数値を上げることで、作成した破片のうち、より強く力のかかった部分だけ割れるようにするということができます。ストレングスのパラメータの値を1万から2万に変更して、カレントフレームを1フレーム目に戻して、再生ボタンを押します。このドップネットワークのフラグについて補足します。ドップのフラグは3つ用意されています。バイパスフラグ、ヒドゥンフラグ、アウトプットフラグです。バイパスはソップなどと同様に有効にするとそのノードの効果を適用しない状態になります。ヒドゥンフラグは有効にするとそのノードのガイドジオメトリを非表示にします。アウトプットフラグはソップのディスプレイフラグのようにネットワーク内で一つだけ有効化できます。有効化したところまでの情報をシーンビュー上に表示しますが、このフラグは基本的にネットワーク内の一番下のドップにつけたままにすることをお勧めします。理由としては、つけた場所によってシミュレーションの結果が変わる可能性があるからです。ドップネットワークは、アウトプットフラグがついているところまでの情報を順番に収集して、それをもとにシミュレーションを行います。そのため、例えば、アウトプットフラグをグラビティより上につけたままシミュレーションを行うと、重力のフォースの情報が収集できず、シミュレーションは行われ、キャッシュは取得されますが、ジオメトリが静止した状態になります。そのため、アウトプットフラグは基本的にドップネットワーク内の一番下につけておくことをお勧めします。これまでで RBD について紹介しましたので、ここで追加でジオメトリの割り方についていくつかの例を簡単に紹介します。先ほどの板のシミュレーションの例では RBD マテリアルフラクチャーソップを使用しましたが、他の方法でもジオメトリを割ることができます。
こちらでは RBD マテリアルフラクチャーソップ以外の3つの方法を紹介します。3つの方法はすべてドップシンプル RBD ドットヒップのデータを使用して行います。メインメニューのファイルからオープンでフーディニ TR データフォルダ内のドップシンプル RBD ドットヒップを選択して開きます。このシーンデータの内容について簡単に説明します。スフィアを作成してスフィア1ノードの設定で上に持ち上げて、先にシェルフからグランドプレーンを作成しているシーンです。球体に RBD オブジェクトの設定はまだ行っていません。では一つ目の方法、球体をシミュレーション時に割る方法について紹介します。この方法の場合は先に球体を RBD オブジェクトにします。 OBJ の階層でスフィアオブジェクト1を選択した状態でリジットボディーズタブの RBD フラクチャードオブジェクトをクリックします。表示されるダイアログは RBD パックドオブジェクトをクリックします。次にドップ内でボロノイ分割を使用して入力されたジオメトリから破片を作るノードを追加します。ノードの追加には Make Breakable というシェルフツールを使用します。再度スフィアオブジェクト1を選択した状態でシェルフのリジットボディーズタブの Make Breakable アイコンをクリックします。この時点ではツールの効果は適用されていません。一部のシェルフツールは対象となる要素をシーンビュー上で選択し、エンターキーを押すことで初めて適用することができます。何を選択する必要があるのかはシーンビュー上に表示される青い文字のメッセージで確認することができます。球体が黄色くなった状態でシーンビュー上でエンターキーを押して決定します。するとドップのネットワークでボロノイフラクチャーコンフィギュアオブジェクトドップが RBD オブジェクトノードの下に追加されます。再生ボタンを押すとシミュレーションが開始し、ぶつかったところで玉が割れます。追加されたノードの設定で破片の数などを設定できます。こちらで紹介した設定を行った後のデータがフーディニ TR データフォルダ内にあるドップシンプル RBD01 メイクブレイカブルドットヒップです。残り2つの方法は RBD マテリアルフラクチャーソップと同じく RBD オブジェクトの設定の前にソップ側で割り方を指定します。2つ目の方法はシャダーシェルフツールを使用して設定する方法です。先ほどのシーンファイルを再度開きます。メインメニューのファイルからオープンでドップシンプル RBD ドットヒップを選択して開きます。ソップの階層で先に球体に対して破片を作成するためスフィアオブジェクト1ノードの中に入ります。スフィア1ノードを選択して左側のシェルフモデルタブに切り替えて、中ほどにある卵が割れているようなアイコンのシャダーシェルフツールをクリックして適用します。3つのノードが追加されます。これはそれぞれジオメトリの内側にボリュームを作成するノード、そのボリューム内にランダムにポイントを発生させるノード、そのポイントを基準にして破片を作成するノードとなっています。この方法も最後のノードの名前の通りボロノイ分割を使用して破片を作成することができます。 OBJ の階層に戻りスフィアオブジェクト1ノードを選択した状態でシェルフのリジットボディーズタブの RBD フラクチャードオブジェクトアイコンをクリックします。表示されるダイアログは RBD パックドオブジェクトをクリックします。再生ボタンを押すとグランドプレーンにぶつかったタイミングでボロノイフラクチャーノードで指定した割り方に基づいて玉が割れます。こちらで紹介した設定を行った後のデータがフーディニ TR データフォルダ内にあるドップシンプル RBD02 シャダードットヒップです。最後の3つ目の方法はブーリアンフラクチャーソップを使用して設定する方法です。先ほどのシーンファイルを再度開きます。メインメニューのファイルからオープンでドップシンプル RBD ドットヒップを選択して開きます。こちらもソップの階層で先に球体に対して破片を作成するためスフィアオブジェクト1ノードの中に入ります。今回は別の板のジオメトリを作成してその板のジオメトリで球体を切って破片を作成するということを行います。切るための板を追加します。ネットワークエディター内で
タブキーを押して GRI と入力し、グリッドソップを追加します。ディスプレイフラグを移動します。パラメータエディターでサイズを2と2に設定します。板が切断面になりますので形を変更します。グリッド1ノードのアウトプットで右クリックして MOU と入力し、マウンテンソップを作成します。ディスプレイフラグを移動します。マウンテンソップはフラクタルノイズに基づき、ジオメトリを変形させるノードです。設定はそのまま使用します。板を増やします。マウンテン1ノードのアウトプットで右クリックして COPA と入力し、コピー&トランスフォームソップを作成します。ディスプレイフラグを移動します。これはとても単純な増分コピーを行えるソップです。トータルナンバーはコピーする数です。8を入力します。ローテート2、それぞれ40と70と80を入力します。入力したローテートの値を追加しながら複製するので、斜めに回転した板が8枚追加されます。球体の位置に複製した板の位置を合わせます。コピー1ノードのアウトプットで右クリックして TRA と入力し、トランスフォームソップを作成します。ディスプレイフラグを移動します。トランスフォームソップは、つなげたジオメトリの移動、回転、スケールをソップの階層で行うためのノードです。トランスレートの Y に10を設定します。シーンビュー上でスペースキーと F キーを押してフォーカスします。板が用意できましたので、実際にこの板を使用して球体を割ります。ネットワークエディター上でタブキーを押して BF と入力し、ブーリアンフラクチャーソップを追加します。左側のインプットとスフィア1のアウトプットを接続し、右側のインプットとトランスフォーム1のアウトプットを接続します。ディスプレイフラグを移動します。これで右側、2番目のインプットに接続した板を使用して球体を割ることができます。最後に RBD オブジェクトの設定を行います。OBJ の階層に戻り、スフィアオブジェクト1ノードを選択した状態で、シェルフのリジットボディーズタブの RBD フラクチャーオブジェクトアイコンをクリックします。表示されるダイアログは RBD パックドオブジェクトをクリックします。再生ボタンを押すと、ブーリアンフラクチャーソップで指定した割り方に基づいて球体が割れます。今回はランダムに板を配置しましたが、この方法であれば板の設定を調整することで断面の調整がより直感的に行えます。こちらで紹介した設定を行った後のデータが、フーディニ TR データフォルダにある DOP Simple RBD03 Boolean.hip です。以上で、リジットボディダイナミクスの破片の作成方法の紹介を終わります。次に、異なるダイナミクスシミュレーションを行うベラムについて紹介します。ベラムソルバーは、フーディニ17で追加された比較的新しいソルバーで、布、紙、粒子、軟体、およびそれらを組み合わせたシミュレーションが行えます。また、ベラムはこれまで紹介したドップ内でベラム用のドップを使用して他のソルバーと同じようにシミュレーションを行う他に、ドップをまとめてツール化したソップが用意されており、2通りの方法でシミュレーションを行うことができます。こちらでは、このツール化したソップでベラムでの布のシミュレーションを行う方法を簡単な例で紹介します。新しいシーンから開始します。メインメニューのファイルから New で新しいシーンを開きます。では、布にするジオメトリを追加します。左側のシェルフの Create タブからグリッドをコントロールキーを押しながらクリックします。グリッドオブジェクト1ノードをダブルクリックして中に入り、サイズを5と5に、センターの Y を5に、ローとカラムを50と50。に設定します。画面外から板が消えたので、シーンビュー上でスペースキーと F キーを押してフォーカスしておきます。ベラムクロスの設定を行います。グリッド1のアウトプットを右クリックして VCC と入力し、ベラムコンフィギュアクロスノードを追加します。ディスプレイフラグを移動します。
ベラムコンフィギュアクロスは布用のシミュレーションを行うためのセットアップが行われたベラムコンストレインズソップです。ソップでのベラムシミュレーションは材質ごとにプリセットが用意されています。ベラムコンフィギュアから始まるノードは後に続く部分の単語の材質に合わせてベラムコンストレインズソップの設定が行われています。材質によってはベラムコンストレイントソップを複数作成し組み合わせていることもあります。ではクロスが引っかかるコリジョンオブジェクトを用意します。ネットワークエディター内でタブキーを押して TESS と入力しテストジオメトリーシェーダーボールを作成します。ユニフォームスケールに4を入力します。アウトプットをベラムクロス1の3番目のインプットに接続します。ベラム系のソップのノードにもインプットとアウトプットが複数あります。それぞれのインプットとアウトプットで扱うジオメトリは同じです。1番目がシミュレーションの対象のジオメトリ、2番目がコンストレイントネットワーク、3番目がコリジョンジオメトリです。では、ベラムソルバーソップを作成します。作成する際は、ベラムコンストレイントソップ、つまり今回の場合は、ベラムクロス1ノードのアウトプットを右クリックして作成すると、3つのコネクションの接続を自動化できるのでおすすめです。VSO と入力してノードを追加します。追加できたら、ディスプレイフラグを移動します。再生してみましょう。布が重力に従って落ち、シェーダーボールに引っかかって止まる様子が確認できます。ベラムシミュレーションでは、ジオメトリのコンストレイントネットワークを使用します。オブジェクトに対してどのようなコンストレイントネットワークが設定されているかは、RBD マテリアルフラクチャーソップと同様に、ベラムソルバーの2番目のアウトプットにヌルノードを接続して、そちらにディスプレイフラグを移動させることで確認できます。この白い線がコンストレイントネットワークで、この形状に従ってシミュレーションで連動、伸縮、破れるといった変形が行われます。ネットワークのつながり方、精度は、ベラムコンフィギュアクロスなどのトライアングュレーションの項目で調整できます。では次にポストプロセスについて紹介します。追加の処理はベラムポストプロセスソップで行います。ベラムソルバー1ノードのアウトプットで右クリックして VPP と入力して追加します。ディスプレイフラグを移動します。ベラムポストプロセスソップはベラムソルバーソップの下に接続することでクロスシミュレーション後のメッシュの細分化やシミュレーション結果のデバッグが可能です。オペレーションズタブのスムースの欄でスペーシャルブラーを 0.32、サブディビジョンをカトムルクラークに設定します。これで布のジオメトリをかなり綺麗に編集できます。シミュレーション結果のデバッグはビジュアライズタブで行えます。ベラムのシミュレーションのキャッシュはベラム IO ソップで保存することができます。ネットワークエディター上でタブキーを押して VIO と入力することで作成できます。単純なジオメトリとしてだけでなく、アウトプットが複数あるノードの下に接続することで、コンストレイントとジオメトリを一緒に保存することも可能です。こちらで紹介した4つのソップ、ベラムコンストレイント、ベラムソルバー、ベラムポストプロセス、ベラム IO がソップのベラムシミュレーションに使用する基本的なノードです。以上でベラムについての紹介を終わります。次はパーティクルダイナミクスについて紹介します。パーティクルもフーディニ13以降よりドップを使用して制御することが一般的になってきています。シェルフツールも他のダイナミクスと同じように右側のシェルフパーティクルズタブに格納されています。パーティクルを生成しシェルフツールを中心に使用して制御してみましょう。新しいシーンから始めます。メインメニューのファイルから New で新規シーンを開きます。まずはグリッドノードを原点に配置して、そこからパーティクルを生成していきます。左側のシェルフ、クリエイトタブのグリッドアイコンをコントロールキーを押しながらクリックします。追加されたグリッドノードのサイズを10と10に設定します。
設定はシーンビュー上でハンドルツールを有効化した時に表示されるオペレーションツールバーを使用すると中に入ることなく設定を変更できます。次に右側のシェルフのパーティクルズタブからソースパーティクルエミッターアイコンをクリックします。また自動的にドップの階層に移動しますが、一度 OBJ の階層に戻ります。するとスラッシュ OBJ の階層にオートドップネットワークノードとソースパーティクルズノードの2つが追加されていることが確認できます。先ほどの RBD の例ではダイナミクスで動くのは板や球体で、破壊されるのもそれらのジオメトリなので、シミュレーション結果は同じジオメトリで読み込んでいました。今回の場合パーティクルのソースはグリッドですが、結果はパーティクルなので別のジオメトリノードが追加されています。ではオートドップネットワークノードをダブルクリックして中に入り、簡単にそれぞれのノードを紹介します。全体の流れは RBD などの他のダイナミクスのものとあまり変わりません。ポップオブジェクトドップは他のオブジェクトと連携できるようパーティクルの物理特性、衝突精度を設定します。ポップソースドップはパーティクルを発生させるノードです。ポップソルバードップは設定された情報をもとにパーティクルの動きを計算するためのノードです。他のノードは RBD で紹介したノードと同じですので割愛します。再生してみましょう。オートドップネットワークノードには RBD の例と同じようにグラビティが追加されているので、パーティクルが重力に従って落下することが確認できます。ここからいくつかのフォースを追加してパーティクルの動きを変更していきます。シェルフのパーティクルズタブのフォースパーティクルズアイコンをクリックしてパーティクルに外部フォースを追加します。次にドラッグパーティクルズアイコンをクリックして空気抵抗を加えます。これらのツールが見つからない場合は右側のシェルフの右端にある三角のアイコンをクリックしてシェルフツールの表示範囲を変更します。またこれらのシェルフツールはクリックするとそのままドップネットワーク内にノードが追加されます。オートドップネットワーク内にはすでにフォースとしてグラビティが追加されていますが、ポップフォースノードはある一定の方向のフォースを追加するだけでなくノイズを加えることができます。今回はそのノイズ部分だけを使用します。フォースパラメータをすべて0にして、ノイズタブのアンプリチュードパラメータを10、スワールサイズを5に設定します。ポップドラッグノードは空気抵抗を追加します。パラメータはそのままの設定にします。カレントフレームを最初のフレームにして再生します。落下するパーティクルの動きにノイズがかかり、また速度が抑えられた動きになることを確認します。では、パーティクルを周回させるフォースを加えていきます。同じシェルフのタブ、パーティクルズタブの一番左から5番目にあるアクシスフォースパーティクルズシェルフツールをクリックします。ポップアクシスフォースドップのパラメーターをいくつか変更します。タイプをスフィアからトーラスへ、ラディアスを5、ハイトを2に設定します。タブを切り替えます。スピードタブに切り替えて、オービットスピードを5、リフトスピードを20、サクションスピードを2に設定します。カレントフレームを最初のフレームにして再生ボタンを押します。パーティクルがトーラス内を周回し、外れたものが重力に従って落下するようになります。この落ちていくパーティクルをある位置へ引き寄せます。パーティクルをオブジェクトへ引き寄せるには、ポイントアトラクトパーティクルズシェルフツールが使用できますが、今回はこちらで指定した位置にパーティクルを引き寄せたいので、手動でノードを追加します。ネットワークエディター内のポップアクシスフォース1ノードのアウトプットで右クリックして、POPA と入力してポップアトラクトドップを追加します。ポップアトラクトドップはゴールで指定された場所にパーティクルを集めることができます。先に引き寄せる力の強さを設定します。パラメータエディターでフォースタブに切り替えて、フォーススケールパラメータを50にします。設定したらゴールタブに戻します。今回はゴールパラメータをベックスエクスプレッションで制御したいので、一番下にある
Use PEX Expressions にチェックを入れます。開いた入力フィールドに PEX Expression を記述していきます。内容について簡単に紹介します。1行目はフロート型の X バルを設定し、2行目で X バルが10であることを設定しています。3行目が実際にゴールの値を設定している部分です。X が X バルなので10、Y がコサインを使用して時間の経過とともに上下に移動し、Z は0という内容で設定しています。最初のフレームに戻して再生します。アクシスフォースから外れたパーティクルがすべてこのエクスプレッションで指定したゴールの地点に集まっていることが確認できます。次にパーティクルに色をつけたいので、シェルフのパーティクルズタブのカラーパーティクルズアイコンをクリックします。パラメータエディタでポップカラードップの Use PEX Expressions にチェックをつけます。ここではパーティクルの Age アトリビュートを使ってエクスプレッションを記述します。こちらでは color.r 色の赤の項目に対してそのパーティクルが発生してから経過した秒数を取得できる Age アトリビュートが0の時は値が0に、Age アトリビュートが5の時は値が1になるように設定されています。最初のフレームに戻して再生ボタンを押します。これで発生時間に合わせて赤みが強くなるグラデーションがパーティクルに設定できます。パーティクルの設定については以上としまして、ここからは作成したパーティクルダイナミクスの内容を編集する方法について紹介します。OBJ の階層に戻ります。見た目をわかりやすくするため、ソースのグリッドは非表示にします。グリッドオブジェクト1ノードのディスプレイフラグ、青色の部分をクリックして切っておきます。ソースパーティクルズノードの中にダブルクリックして入ります。ドップ IO ソップのみが作成されていて、そちらでパーティクルが読み込まれています。右上がジオメトリの表示ということはソップの階層になっています。フーディニのドップでパーティクルを作成した場合、パーティクルの計算結果はポイントアトリビュートとして読み込まれます。実際にジオメトリスプレッドシートに切り替えてみます。各パーティクルをポイントとして P としてそれぞれの位置を読み込み、先ほどエクスプレッションで使用した Age やそれを使用して設定した色 CD などのドップで行っていたことがほぼそのままアトリビュートとして保持されていることが確認できます。フーディニではこの読み込まれたアトリビュートとソップを使用して計算結果を編集することができます。まずパーティクル、ポイントジオメトリを流体サーフェス化してみましょう。インポートソースノードのアウトプットで右クリックして PFS と入力し、パーティクルフルイドサーフェイスソップを作成します。ディスプレイフラグをパーティクルフルイドサーフェイス1に移動します。こちらを接続するだけで接続したポイントデータの外側にサーフェスを追加します。デフォルトでは先ほど設定した色はサーフェス上に反映されません。パーティクルフルイドサーフェイスソップにはポイントデータから引き継ぐアトリビュートを設定するパラメータがあります。パラメータエディターのアウトプットのトランスファーアトリビュートパラメータに後ろに半角のスペースを追加した後、大文字の C と小文字の D と入力します。これでドップのパーティクルで設定した色をサーフェスに反映することができます。またパーティクルはポイントとして読み込まれているので、4つ目の動画でも紹介したコピー系のソップの参照用ジオメトリとして使用して、パーティクルをジオメトリに置き換えることが可能です。今回はコピートゥーポイントソップを使用します。コピートゥーポイントソップはより素早くポイントアトリビュートを参照しながらジオメトリを複製できるノードです。ネットワークエディターでタブキーを押して CTP と入力します。コピートゥーポイントソップを追加します。2番目のインプットにインポートソースノードを接続します。複製するジオメトリも作成します。再度タブキーを押して BOX と入力してボックスソップを追加します。パラメータエディターでユニフォームスケールを 0.1 に設定して、
コピートゥーポイントソップの1番目のインプットに接続します。ディスプレイフラグをコピートゥーポイント1に移動し、結果を確認すると、DOP のパーティクルから取得したポイントアトリビュートの向きや色を使用して、ボックスを複製できていることが確認できます。フーディニはこのように別のネットワークで使用したデータを他の作業で使用するということが比較的行いやすいソフトウェアです。こちらで紹介したように DOP の情報を SOP で利用する他にも、SOP であらかじめ設定した情報を DOP のシミュレーションに利用したり、SOP の情報をマテリアル及びレンダリングで使用したりといったことが行えます。このようにワークフロー全体を通して連携が行えるというところは、フーディニの特徴の一つです。以上で紹介を終わります。こちらの動画では、フーディニでのダイナミクスシミュレーションで使用される DOP についてと、シェルフツールによるリジットボディダイナミクスの設定例、ツール化されたベラムソップの使用方法、シェルフツールを中心としたパーティクルダイナミクスの設定方法とその後の加工方法について紹介しました。次の動画では、フーディニで作成したノードネットワークをまとめて、ツールのような形にするフーディニデジタルアセットという機能について使用方法を紹介します。そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。